タギーニョです。今回はこのようなおしゃれな押し花 iPhone ケースを作っていきたいと思います。道具や材料などは最後に載せています。では作っていきましょう。押し花できてる。この iPhone ケースに配置を決めていきます。配置が決まったのでこれを斜面に取っておきます。はい、じゃあここで使うのが UV レジン。これでつけてきます。紫外線で固まる表面コート剤なので太陽の光で固まります。最初はお花がつくぐらいでいいので適当に。はい、配置が完成しました。じゃあこの上から UV レジンで全部コートして固めていきたいと思います。仕上げや。固まりました。放置してたらまあ2時間ぐらい放置してたかもしれない。貼り付いちゃった。切れる？レジンって切れる？あ、切れる切れる切れる。はい、ハプニングもありましたが完成しました。じゃん。どうでしょうか。つけてみます。完成しました。全部100均のものを使ってできました。これ葉っぱなんかはお外の雑草を拾ってきたので0円。汚い。みんなもぜひ押し花の iPhone ケース作ってみてください。私にも作れたから絶対にできるはず。ご視聴どうもありがとうございました。パソコンでご覧の方は動画の左下のチャンネル登録ボタンをクリック。スマホでご覧の方は動画の右下のチャンネル登録ボタンをクリック。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また見てください。じゃあねー。かわいい。